それではね、エアーボーの CD6006 ライブ、そして PM6006 ライブですね。こちらで、オーディオプロの FS20 ピアノブラック聴いていこうと思います。まず1曲目ですね。これは先ほどからずっと聴いている平井堅さんのザ・ローズ MP3320bps に圧縮したもの。これをですね、USB に収めて、CD6006 ライブのフロントのスロットにですね、差し込んで聴いていこうというふうに思います。いかがでしょうね。これ本当に MP3 にね、圧縮したファイルをですね、 USB で、この CD6006 ライブにつないでるんですけれども、もう本当にもう MP3 とは思えない音の細かさ、深み、そういったものがね、聞き取れるというふうに思いますね。では引き続きですね、 MP3 ではない WAV ファイルのですね、平井堅さんのザ・ローズ聞いていこうと思います。いかがでしょう。先ほどスピーカーがね、ワーフデールのダイヤモンド 10.1 の時、このCD6006PM6006 のノーマルモデルとエアボーのカスタムモデル6006ライブですね、まあ聞き比べてもちろん差はあるんですけど、その価格差10万円ほどのね、差はないかなっていう感じが僕も正直しました。もちろん音はいいんですけど、まあ、これならば別にノーマルモデルで十分じゃないかなっていう感じがしましたね。でもスピーカーをやはりFS20 このピアノブラックに変えてあげると、これはもうノーマルモデルプラス、10万円のエクストラコストを払っても、やはりエアボーで聴いた時の音の深みとかね、
細やかさ、まあ、そういったものは格段にやはり上質に再現されるというふうに思いました。では引き続き WAV ファイルで、アマンダ・マクブルームさんのドリーミン、こちらを聞いていこうと思います。21 and I'm 5'9. Got a face and a body to change your mind. I'm a picture so fine to see. Whenever I walk the streets of town, the men and the boys they all fall down, calling, darling, come home with me. Oh, pretty darling.My daddy, he's a businessman, got a big old castle in Switzerland and a mansion by the sea. He spends his time with queens and kings and fills his pockets with diamond rings and he brings them home to me. Oh yes, he brings them all.はい、この曲はですね、シンセサイザーの伴奏ですね、これが非常にやはり透明度が高くてきめ細かい、その部分がですね、やはりノーマルモデルではそこまで再現されなかったのが、やはりエアボーのカスタムモデルライブではね、綺麗にこのシンセサイザーの透明感が出てくるなっていうことと、ボーカルがやはりこうシンセサイザーとこう綺麗にね分離して、それぞれ邪魔をせずに聞き取れるというような雰囲気がうまく出てきたように思います。では次はですね、ブレス・マーヤさんのトリオの It Might As Well Be Spring、 こちらをですね WAV ファイルで聞いてみたいと思います。Restless as a willow in a windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't even spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever? Well, I know it isn't even spring.Wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, and hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydream. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin.It might as well be spring. ね、やはりこうウッドベースの弾むような感じとか、やっぱり伴奏とボーカルがより細かく出てきますし、先ほどやはりノーマルモデルでね少し不満があると申し上げた、伴奏とボーカルの分離感、細やかさ、そういった部分がやはりカスタムモデル、プラス10万円のエクストラコストにはなりますけれども、十分解決してくるということが聞き取れたと思います。このセットなんですけど、 FS20 ピアノブラックと Airborne のですね6006ライブのセット、これ全部セットにしてもまだ30万、
以内に収まってますから。で今聞いてる音っていうのはやはりそうですね、10年か15年前のオーディオ機器だと、まあ、100万円ぐらいのものじゃないとこれぐらいの音出なかったんじゃないかなというふうに思いますね。最近特にこの低価格のね、オーディオ機器の音質っていうのがすごく良くなってきていて、光学品も良くなっているんですけど、まあ、それに比例して価格が高くなっていると。で低価格品はですね、価格は据え置きのままどんどん音が良くなっている、あるいはスピーカーなどはですね、以前よりも安くなってますから、この低価格帯の入門モデルにですね、非常に価値が、ね、高まってきているというふうに思うんですよ。でも一般的にはこうオーディオってすごい高いものじゃないといい音が出ないみたいなね、誤解があるように僕は思うので、例えばこの6006のノーマルとワフデルのダイヤモンド 10.1 ペア、全部セットで12万円とか、あるいはそれに、まあ、もうそのワンクラス上っていうとこう少し高くなりますけど、このエアボーのものにこのトールボイスピーカーの30万円とか、もうこのあたりでも家庭用としては、まあ、これ以上いらないんじゃないのっていうぐらいの音は十分出ますのでね、ぜひ、こうオーディオっていうのはね、手の届かないっていうものではなくて、もっと手が届く存在だというふうに考えていただいて、手を届く存在だと考えていただいて、毎日こういうねいい音で音楽聴ければ本当に家に帰るのが楽しくなるというふうに思いますね。では最後にこのシステムで、本格的なシンフォニーですね、惑星のですね、ジュピター木星、これを聞いてみようと思います。惑星ね、ちょっとこう音量が小さかったので、もう一回ね少しだけ音量上げてね同じ曲聴いてみようかなと思います。
ね、音量を上げてね、あの同じジュピター聞いてみたんですけど、やはりこれあの音量でね、やはり全然違う曲に聞こえますよね。同じシステムから鳴ってると思えないくらい、やはりあの躍動感とかそういったものが大きくなるんですけどね、まあ、これはあのどういうことかというと、まあ、僕らの耳っていうのはかなり小さい音まで聞こえるんですけれども、やはりそのあの聞こえる小さい音っていうのはどうしても限界があるんですよね。あるいはこのオーディオシステムが再生できる小さい音っていうのは限界があります。で、音楽っていうのはダイナミックレンジっていう言葉をね、お聞きになられたことがあるかと思うんですけれども、音楽の表現には音量差というのが非常に大事です。大きい音と小さい音の違いですよね。例えば大きい音が100で小さい音が1であれば、まあ、あの100対1、これ、まあ、この比率をダイナミックレンジっていうんですけれども、まあ、この、 あの100対1のね、あの音の大きさで、表現できるわけです。で、まあ、コンサートなんかでは音が大きくできますから、この、 あの一番小さい音は1のままで、この100をですね、1000とか1万とか非常にまあ音量大きくできるんですよね。そしてダイナミックレンジも大きくなりますけれども、家庭ではそれほど大きい音を出せないので、ダイナミックレンジを大きくするためにはこの、まあ、実際コンサートの音が100とすると、家庭ではもう50とかもっと小さい10の音しか出せないですから、もし一番小さい音が1のままだったら、まあ、実際のコンサートでは100対1、家庭ではそれが10対1ってね、ダイナミックレンジが1割に減ってしまうわけですね。そうするとやはり先ほど音量を上げなかった時のように音楽が大きく躍動しなくなるんですね。で、その時にどうすればいいかというと、もともとあった100の音量まで音量が上げれればいいんですけど、やはりそれは難しいとなると、人間の耳は1じゃなくてもっと小さい音の雰囲気まで感じ取ることができるので音量をですね、10のままで、例えばこの1の音をですね、10分の1、0.1 まで再現することができれば、まあ擬似的にですけど、10対 0.1 でやっぱり100の音量差が取り出せるんですよね。だから家庭で聞くあのコンポの重要なところは、大きい音がどれだけ歪みなく出せるか、要は最大出力が 200W とかそんなんと全然いらなくって、今聞いている音量でも多分最大出力ってね、 2W とか 3W とかそれぐらいしかないんですよ。だから重要なのは 1W 以下、 0.1W 以下、もっと小さい時の、 あの音量がどれだけスピーカーから有効に再現されるかっていう、まあ、ちょっと難しいんですけどね、そこが重要なんですね。で、エアボーのカスタムモデルはあのまさにそこをあの重視して、カスタマイズしてます。アンプでは48個、CD では37個パーツを変えてるんですけど、まあ、例えばあの CD とね、プリメインアンプをつなぐケーブルが、まあ、100円のものと1000円のもの、1000円のものと1万円のものではね、随分音が違うっていうのはオーディオマニアの皆さんご存知だと思うんですよ。スピーカーケーブルなんかもね、音にすごく影響を与えるんですけれども、まあ、あの外部のケーブルでもそれだけ音質に影響を与えるわけですから、中のケーブルではなくてパーツを48個変えたり、あるいは CD で37個変えたりすると、やはりそれはね、今まで再現できなかった小さい音がどん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 出せるようになってくるんですね。そしてあのアンプなんかもこうスピーカーを動かす力がですね、増しますから、要は電源がより強力になるようなカスタマイズを施してますから、今までちょっと力が足りなかった、力が足りずにユニットをうまく動かせなかった場合も、アンプはですね、ユニットをしっかり動かせるようになってきます。それがですね、例えばあの先に聞いたダイヤモンド 10.1 っていう 2way のブックシェルフ型スピーカーではアンプにそれほど負担もかけないし、あのびっくりするほど細かい音も出なかったんですよね。まあでも十分細かい音は出てましたけど、で、これをですね、 3way の 2way から 3way の FS20 にしたことによって、より細かい音が出せるようになったけれども、CD とアンプがそこまでスピーカーの能力を生かすだけの音を出せなかった。でもエアボーに変えたことによってスピーカーの能力をフルに生かせる音が出るようになった。これがですね、ダイヤモンド 10.1 と FS20 で聴き比べた時のノーマルモデルの6006とカスタムモデルの6006ライブの違いだというふうに思いますね。